で、まあ、力の平衡の取り方をご説明しますね。こう手伸ばしていただいて、まずこれ基本ですね。それでその伸ばしてきたところに上から当てます、押し当てます。それで押し当てるのはあくまでもこの腕に垂直に、それで 30% ぐらいの力ですかね。あんまりやっちゃうと平行にならないと。 30% ぐらいの力でぐっと垂直に押してやります。そうすると力の平行ができたのを感じて、お互いにくっついた感じがします。で、大事なのはこれを平行を崩さずに動かしていくとですね。はい、向かってみましょう。で、もしですね、この力の平衡を崩すような感じで動かしちゃうと、せっかく今できてるんですけど、動かした時にこの力を緩めちゃったりすると、もうくっついてきません。ちょっとやってみてください。はい、もうちょっと強くしていいですね。はい、はい、平衡取れましたね。はい、動かしてみてください。はい、ですね。はい、はい、その平衡を保ったまま動かすと、はい、動いていくと。で、ところがその力をちょっとでもですね、はい、抜いちゃったり、はい、強く押しすぎちゃったりすると、はい、ですね、はい、はい、平行できてますね。はい、動かすときに、はい、はい、もうダメですね。はい、もう一回平行できてます。はい、動かしてみてください。抜いちゃったからもう取れちゃったと。 あくまでもこの平行状態を保ちながら動かすのがミソですね。あ、そうですね。はい、はい、はい、くっついた。はい、で、ちょっとしますよね。はい、平行できてますよね。はい、はい、で、この平行を作ったまま、こんな感じですね。はい、大事なのは繰り返しますと、押す方向は腕に垂直と、これが絶対もう守らなきゃいけないポイントですね。押す力は 30% ぐらい、50代ちょっと多いかもしれないです。動くのが大変なんですから、はい、ただ 30% ぐらいで、動かすときはこの平行状態をキープしながら、絶対にこういう力を自分で弱くしたり強くしたりしないで、この平行状態をキープしながらこうずらしていくと。はい、そうすると相手はひっついて倒れてくるようになります。はい、そうですね、こうしましたね。はい、平行状態できましたね、今。はい、この状態をキープしながら、ああ、そうです、そうです、パッと、はい、できました。はい、どうもありがとうございました。分析でゆっくりしてください。はい、はい、ここで押します。腕に垂直な方向で入れました。 30% ぐらいです。押し返してきます。力の平衡が取れてます。で、この力の平衡が取れてるともうピタッとくっついてる感じがするんですね。ですから押せば倒れる。はい、そして押さなくても回ることもできる。で、その時決して私はこう逃げてやってるわけじゃないです。ただもうこう押さえてるだけと。はい、今度はそうですね、両段的なお願いします。はい、はい、こういうふうに今度はバランスをとってます。力は今度は腕に垂直ですけども、この方向です。で、バランスが取れてますから、ついていってくれます。はい、もう一回両段的なお願いします。はい、今度はこっち内側からバランス取りました。はい、これで平行は取れてますから、私が気になっては、はい、取ってみてください。こっちがですよ、こっちが。はい、あ、じゃあ、はい、はい、行きます。そう、こっちの方がいいですね、こっち。これだとちょっと難しいと思います。はい、取れてますよ、今。はい、はい、はい。